次が吉田ね、グラビアマジシャンの子ですね。もともと九州の子で、彼女は港区でよく遊んでる女の子に紹介してもらいました。で、当時はもう本当におとなしくて、どちらか地味で、こんな子が芸能界やっていけるのかなっていうぐらいおとなしかったです。で、紹介されて、まあ僕がタレントと飲んでるところの飲み会とかにも来てくれたりとかしてて、それこそ一回新宿にスカイハイの日高が住んでる時に、そのマンションに高い木とか女の子とみんなで行きましたね、一回。まあでも結局僕も帰って、女の子らは帰ったんかな。でも高い木は酔い潰れて、もうソファーで寝てました。で、僕はもう帰っちゃいました、先に。で、高い木から昼電話かかってきて、起きたら日高んちって誰もいません、みたいな感じ。で、ランチしようみたいな感じで昼ご飯食べたんですけど。で、そこに来て会ったのが、あかねは初めてです。で、その後、まあ何回か遊ぶ中で、1年ぐらい明けた会った時には、01に入ってたんですよ、急に。で、01に入った瞬間に、超絶に垢抜けたんですよ。髪の毛も明るくなったし、なんかノリもめっちゃ軽くなってるし、ほんまに同じあかねって思うぐらい、豹変しました。やっぱり、東京に出てきた女の子が豹変するって、絶対なんか理由があるんですよ。もともと付き合ってた男であったりだとか、パトロンであったりとか、何かをきっかけに多分豹変してるんで、まあ01入ったことによって何かが起こったようなとは思ってます。で、彼女が、いわゆる韓国で大黒シコンが抱いた子です。もうこれ爆弾発言ですけど。まあ、茜にもぶち切れられるし、もうでも黙っててもね、しゃあないし、僕公言するって言ったんで、全部公言します。彼女と彼女の友達が韓国に来てくれました。ちょっとね、彼女の友達僕名前忘れたんですよ。でもアイドルやってます。もう名前忘れましたね。ぶっちゃけ思い出せないです。なんか、そんな売れてるアイドルじゃなかったので。で、まあ彼女がその子です。まあその後も僕はよく飲んだりしてましたね。ちょこちょこと。まあ僕がこういう状況に陥った時も一回連絡来て飲んでますかって来たんですけど、僕はそれは正直不良とか半グレからの釣りかなと思ったんで無視しました。まあほとんどの女の子無視したんで、その時。で、まあ茜とはそういう関係性です。で、多分その、今回の韓国のことを話されたらまずいと思ったのか、この前 LINE オブがバーって開いてしまった時に、あかねも LINE 来てました。で、YouTube 見てるよみたいな感じで来てましたけどね。あかねとはだからそういう感じで、まあ2、3年の付き合いですかね。でもコロナ入るもうちょっとまだ4、5年か。まあでも昔から知ってます。じゃあこの吉田あかねが、みちょぱに何か言われるかもしれんし、シモンはここに対して裏工作するかもしれません。まあでも僕はそこ知ったこっちゃないので、すいません。流れ玉やと思って諦めてください。